君と奏でるポコアポコ、船橋市消防音楽隊と始まりの日は、水星契約による日本の青春小説、水星契約によるデビュー作である、清涼感のあるみずみずしい文体を特徴としている。発売時には、小説の舞台である、千葉県船橋市の書店で、作品をプッシュするためのポップが、平積みの書籍と共に点灯を飾った。船橋市消防音楽隊は、 財政難と定員割れから廃部の危機にあった。音楽隊隊長の森田は音楽隊存続のため苦肉の策として楽器経験のある市民を募り市民単位を募集する。栗原夢はフルートに打ち込んでいるが中学時代の苦い経験から高校に進学しても部活として吹奏楽部に参加することにためらっていた。ただし演奏する場だけは 確保したいと思っていた夢は、消防隊員である兄、陽一の提案を受け入れ、幼馴染みの友子を誘い、市民隊員として、消防音楽隊への参加を承諾する。初練習のその日、ユリーと聞いていた楽団は思っていたより癖者揃いで、市民隊員を歓迎している雰囲気もなかった。先行きを不安視する夢であったが、フルート奏者、 近藤七子と指導員の中野翔が現れると、その雰囲気はさらに険悪なものとなる。中野の指導力と七子の演奏力。市民隊員はすぐに心を奪われたが、面白くないのは消防隊員たち。そこで反発する消防士たちの気持ちを収めるため、中野と七子、消防隊員の双方をよく知る隊員の杉田がある提案を皆に持ちかけた。次の演奏会である。 市民夏祭りのパレードまでは中野先生の指導に従う。しかしその出演を経ても中野先生が信頼できなければ去ってもらうと様々な思惑が入り混じりながら消防音楽隊は市民夏祭りのパレードに向けて走り出す。ありがとうございます。